ございます。お久しぶりですね。久しぶりです。山田軍団黒虎が2人目を出すか。一発だ。やった、黒虎パーフェクト。伊佐吉典、残り時間およそ10秒だ。時間がない。3枚の壁、ボールリフティング、ふらつきながら来た。2枚目どうだ。前回はサードまで行った伊佐吉典、時間がない。飛び込んだ。3つ目も上まで上げ切って、伊佐吉典貫禄のセカンドステージクリア。なんかこう気持ちの変化みたいになりました、こう遺跡で。今まで黒虎やと山本義之おって、はい、最悪落ちてもいけるなぐらいだったじゃないですか。あの、はい、義之が絶対にクリアしてくれて、はいはい、でその分ホッとしたんですけど、ヤッコ軍団で鳥やったんで、ヤッコ軍団で、ヤッコ軍団全滅してて僕やったんで、はいはい、そういうちょっとプレッシャー、違ったプレッシャーもあったっすね。はい、なるほどね。ちなみに今日は今から何される？今日も試合の10日前なんで、はいはい、あの十種競技の各種目10個の中で5個ぐらいをポンポンポンポイント確認しながら試合意識でやっていくっていう練習です。はい。伊佐君、あの、はい、メガネ後ろにかけるタイプなんですか？前にかけてんしろ、はい、さっきちょっと受付やったんで、こっちに、はい、あのちょっとチャラついてるのかなと。いやいや、怖い、やめてください。いやいや、一段といてください。コーチの森本君とっていうサスケ出場でした。サスケの人ですか？出たことだけ。36回大会で僕と一緒に出ました。僕が初めて出た時に一緒で。すいません、よろしくお願いします。お願いします。あの、サスケ出てます。サスケの人しかいないんですね。確かにな。そうです、僕ら全員同じ大学なんですけど、はい、全員サスケ出させてもらってるんですよ。あ、陸上部でお世話になってます。十種ってそもそも何があるんですか？2日間あって、1日目が 100m 走り幅跳び、砲丸投げで、走り高跳び 400m、 2日目が 110m ハードルから始まって、円盤投げ、棒高跳び、やり投げ 1500m っていうのをやります。なんか、なんでこの靴多いですか？10種あるんで、10種の短距離用とか、はい、やり投げ用とか全部違うと思うんですか？はい、これが練習用の100やってて、で練習用幅跳び、はい、で、これ兼用でやり投げ、はい、で1500で、アップシューズ、はい、で、砲丸円盤、これ試合用のやつを今日履いて100とか400走るやつで、1個あたり2万ぐらいして、で練習用と試合用は着るんで、靴だけでだいぶ40万ぐらいかかる。だいたい1500、5分ペースで行くって感じですね。試合で4分40で行くんで、アップで心肺上がってない状態で5分ぐらいで行けたらな。バッチシー、はい、ペース通りでした。あ、いい感じでした。1500ほんま一番嫌なんですよね。長いんで、きついんですよね。10種の中でも一番いい、一番嫌です。
から大学の頃とかやったら1500とかはインカレとかでも一番やったり取れたんで、大学の時とかそれぐらいのレベルでやってたら、その10周の時は得点が稼げるようなあれにしようっていう感じでもないんですか？1500、1秒速くしたら6点変わるんですよ。5秒速くするのって結構難しくて、5秒速くして30点なんですよ、はいはい、で、やり投げ1メートル伸ばしたら17点、20点弱変わるんですよ、うんうん、なあ、できるだけ楽に点上げていこうと思ったら、まだ投擲に力割いた方がいいなって。得点でいうとどれぐらい目標とかはあるんですか？7300点を目標にします。300点取ったらそういう日本選手権とか入賞できる。今伊佐君どれぐらいなんですか？7079点がベスト、ベストを出さなかった。100m の練習をちょっとやってみます。100はこう得意度で言うとどれぐらいなんですか？100は得意じゃないですね。走んの得意じゃないですねまあ得意にしたいって感じですね。 お手頃っていうか 0.1 秒でこれも多分20点ぐらい変わるんやったかな。 0.1 ですよ。もうこれで20点変わるんで、お取りたいなって感じ、ね、稼ぎやすい、コスパがいいというか、はい、はい、コスパがいい。だからまだ自分のレベル的にコスパいいのを積み重ねた方が早いんで、コスパで大求めてるっすね。これまあ靴5足分ぐらいの間隔で置いてて、はい、足のタイミング合わせながら走るっていう練習で、これ毎日やってます。これはどういうあれなんですか？あ、これはこれ目標物なかったら、はい、こう足をが自分の重心の前について効率悪いフォームになるんですよ。だから強制的にストライドっていう足の幅を狭くして、こう綺麗な人ってこう走るじゃないですか、はい、これが勝手にできるように意識づけをしてるっていう練習です。十種選手って基本180センチ以上あるん でちっこい方なんですよ。でちっこいってことは飛ぶのが差つけられるんで、から投げるのとか走るので取り返したいって感じですね、はい、ちなみになんかその練習がこうサスケの競技に生かされるとかはあるんですか？基礎体力はつくんで、その点セカンドとかファーストは有利かなと思ってますね。反り立つ壁もタックルとかもそうですし。伊佐君はそのサスケに特化した練習とかはそんなしてない？してないですね。ぶら下がりだけなんで、指系しかやってないんで。ああ、なるほどね。逆に不安にならないですか、練習せずに臨むって？なんかそのドキドキ感が僕は好きですね、結構。ドキドキ感？そのもともと身体能力試すために出たんで、そこを試すのを忘れたらあかんなって自分のサスケの始まりそれやったんで、小学校の頃に見て、あ、これ僕できるなと思って、で今でこそそのセットいろいろで行ってるんですけど、そこに慣れてその本番でも一緒のことやるみたいな感じのやつは僕の中でサスケじゃないんですね。ちょっと感じで、もう本来のサスケってその一発勝負で誰も練習せえへん中で誰ができるかみたいなのがサスケやったと思うんですよ。もう練習するからむずくしすぎてみたいな、練習した人、土地持ってる人が勝ちみたいになってくるじゃないですか。1年に1回であそこの場でしか触れへんからドキドキして失敗するかもしれないじゃないですかそういうのが欲しいんだ。だから僕あんま練習してるんです結構思ったんですけど、はい、叫ばないんですね。
ちょっと冷静さ、平常心保つ練習をしてるっす。あ、なんでやめたんですか。まあ、タスキに出てる、出てた、2回出たことある山本聖人さんとおるんですよ、はい、棒高跳びの、はい、オリンピックとか出てる、まあ、その人にシャウトしたら、はい、シャウト叫んだら、はい、こう筋肉こばわる、硬くなるよっていうアドバイスをもらいまして、はい、まあ、確かに叫んだ時っていい時もあれば結構裏目に出て失敗することも多いなと、まあ、サスケにしてもそうですし、結構しょうもない打ち方したりするんで、はい、今年はもうサスケも陸上も冷静に行こうかなと。サイレントイサですよね。サイレントイサで行こうかなと、黙々とやる。400はどうですか、得意度で言うと。400も苦手ですね。10種の中で真ん中の方です。でも自分的には嫌やし、あんまり得意じゃないですね。嫌なやつ多いですね。基本嫌っすね。しんどいの。投擲は強いホースに投げる系とかは、円盤もやりも全国一取ったことありますし、10種の中ですよ。あ、そうなんですか。はい、その来週の大会っていうのはこう年に1回の、年に1回です。日本グランプリ、ここでの目標みたいなのもあるが8番に入るってことで、今まで全国大会の最高成績9番なんですよ。それをしっかり8番入賞と自分のベスト記録出すっていう、自己ベスト更新、十種競技の、まあ、絶望したのは教師辞めて復帰して1年目ですね。何言ってんのって感じです。公務員やから結婚したいのにぐらいの感じですね。いや、もうきつかったですね。結構自分の言ったことに対してこう有言実行できないっていうのが。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。